グイドバルド2世、デッラ・ローベレは、イタリアのコンドティエレ、ウルビーノ公ウルビーノ公フランチェスコ・マリーア1世、デッラ・ローベレと、エレオノ・オラ・ゴンザーガの間に生まれた。父が暗殺されると、1539年に、ウルビーノ公となった。イタリア戦争の間に、父がそうであったように、1546年に、グイドバルドは、 ベネツィア共和国の傭兵隊長となった。最初の妻ジューリア・ダ・バラノと1547年に死別すると、1548年にビットーリア・ファルネーゼと再婚した。後彼は、教皇庁により、ファノ知事に任命され、司令官の称号を授かった。1559年に、スペイン王に雇われ、ベルナルド・サン・セベリーノを補佐して、オスマン帝国と戦った。 1573年1月、中税にこらえかねた、ウルビーノの住民たちが反乱を起こすと、彼は、流血も辞さない弾圧で反乱を封じた。フェラーラからペイザロへ向かう旅の途中に重病となり、休止した。カメリーノ教の娘ジューリーアダ・バラーノとマニーチジョけた。パルマ公・ピエール・ルイージ・ファルネーゼの一人娘ビットーリアと、結婚し、三子を設けた。 ありがとうございます。